真のささやき。ステラの胸柔らかかったな。さあさあさあ、ということで早速ですね、紹介しちゃいましょうか。はい、今日はこのパーソナリティでございますよ。ルナマリアホーク役の坂本麻彩ちゃんです。こんばんは、坂本麻彩です。あ、いいね、そのテンションね。おのこの張っていく感じはもう終わりだから、これで違うんです。ここからね、ここからもうそういう感じ。聞いて、何何、あのね、なんだね、ルナマリア役なので、うん、なんかルナマリアっぽいセリフで始まろうと思ったんですけど、うん、考えてたの。第1回目はね、私ルナマリア一言だったんですよ。そうだったね。で、なんかもうめちゃくちゃねみたいな。ああ、言ってた言ってた。それで始まるのもどうだよって思って言ってほしかったな。普通で出ちゃいました。あ、そっか。はい、うん、そして、はい、あの冒頭の、うん、鈴村さんすごい気持ち悪かったんですけど、なんで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 、なんかステラ柔らかかったなみたいな。いいじゃんいいじゃん、すごい気持ち悪かったんで、うん、すっごい柔らかそうだったでしょ。本当や、うん、ね、うん、ウィーンってなってただからそういうこうなんていうの、これはあそこは心の叫びですからね、はい、決してこう芯が表だって言わないセリフ心のセリフみたいなのを僕が再現してるわけですよ。わかります。はい、そのこう心の中をね、しっかりこう真実を伝えていく。この真はね、あんな喋り方しないって気持ち悪いよ。あれは真じゃないのかもしれないな、はい、あともう一つ、これちょっとどうしても僕個人的に聞きたいんですけどね、はい、あのスカートをね、あなたのスカート、はいはい、あれちょっと短いみたいですよ、大丈夫ですか。どこ見てるんですかそれ。いやだって短いから、もっと気持ち悪いんで。え、もうやめてください。はい、以上スタジオにお返しします。うわ、切られた。なんかニュースっぽくないよ今の。大丈夫な、あ、はい、ということでですね、これついに第1話放送されましたけど、とんでもねえ中継だったよな。はあ、まあ他にもね、いろいろありましてね、ちょっと感想なんかを、1話の感想なんか言ってみましょうかね。まあまあ僕知ってますから、実はこう言ってニュースつないときながら、ちょっとお話ししませんか。坂本麻彩さん、はいはいはい、はい、ルナマリアさんとはちょっと違う人ですからね、はい、はい、まあ1話、まあ1話はですね、オープニングの前のアバンという言い方はみんなに伝わるかどうかわからないんですけど、うんうん、最初のオープニングのシーンがですね、うん、僕が演じるところのシーン、アスカのですね、うん、ちょっと悲劇的なシーンでございました、ね、ショッキングでしたね。ショッキングだったねあれは ね、 ね、うん、あの叫びのシーン僕何度も撮り直してさ、いやいや、ほんとよく叫んでましたよ、ね、そういっぱい撮ったんですよいやでもね、胸が痛くなるような叫び声でしたね。あら、そんなありがとうね、嬉しいわ。一応先輩なんで、うん、何で一応とか言うね、ステラ、ガンダムってさ、知ってた？うん、他の作品も見たことあったりした？うん、なかった、うん、あのね、これぶっちゃけていいんだよ。あ、本当？うん、僕も見てなかった。ないないない。そうそう、これもう言っちゃったんだけどいいのそれで。でもしゃあないもん、見てないもん、うん、でももちろん知ってましたよ、うん、もちろん知ってたしさ、どんな話かも知ってんだよね。うん、うん、知ってるよね。うん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 、そうそう、あれでしょ、うん、あれ、うん、何、いろいろこうやってさ、うん、そう、いろいろやってブーンってやって、名前変えたりするんだよね。そう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 、名前変えたりするいいの、シャアが名前変えたりするってことか。いやでもね、でも私ね、うん、なんかこうピッてやる、うん、剣あるじゃん、あるね、剣っていうかスイカね。そうそう、うん、あれができた時にスイカとかイコかね、スイカを買ったんですよ、うん、でもね、チャージの仕方がもう長年分かんなかった最初に買ったら買ったそのままってこと。え、そうそう、何、毎回新規で購入してたってこと。違うんですよ、そう、だから切符買ってたんですよ。あのね、チャージできなかったなんでだよ、あれ分厚いから、うん、あそこに入るわけないじゃんって思ってたんですよ、自動それで入んない入んないと思って、うん、買えないと思って、もう恥ずかしくて人に聞けなーと思って聞けよ、うん、だから分かる。そうなんだ、うん、いやどうだろうな、なかなかいないでそんな人。そうかな、うん、でも絶対私たちが年を取った頃には ね、まあ、ね、もうついていけないと思う。 あるね、そういうのあるね。俺これではないけど、車にね最近乗るようになって、はい、車乗って初めてガソリンスタンドに行ったわけですよ。あー、いいな、ブーンって言って、はい、もガソリンスタンドガス入れたことないからさ、どうしたらいいんだろう、どうしたら、これをこうやると開くって言ってたよな、うん、パカッってやったらウィンって開いたんで、でなんかこうトン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 って来て、あ、これそういう開けて言わなきゃ、すいません、何の画館とかですかって言われて、うん、わかんないですけど、レギュラー満タンくださいって言われて、はい、レギュラーを満タンでみたいな、現金ですか、え、あ、はい、とか全然会話がわからなくてさ、あ、大変。
そうなんですよね、あれ慣れてる人はもうガーって窓開けてレギュラー満タン、うん、そうでしょ、すごいなんかこうかっこいいじゃないですか、うん、あれをやりたいんだけどもうできない、未だに日和るドキドキする、あ、日和る日和日和、うん、私も今年免許取ったばっかりで、うん、マジで、でまだガススタ行ったことないんですよ、あららら、ちょっと緊張するわよ、言ってごらんなさいよ、ちょっと夢なんですよ、あらまあ、ちょっと一緒にじゃあドライブとか行ってそのまま行っちゃいましょうよ、それね、ガソリンスタンドね、二人で慣れましょうよ、いい、いい、私一人で本当頑張るから、はい、次行きます、兵庫県にお住まいのシードネーム鈴木さくらさんのインパルス、油絵でヌードを描きました、いいじゃないですか、いいじゃないですか、どうなんだろう、これいいじゃないですか、ラフ、まあ、ちょっと読んでみましょう、この、佐藤さんのメールをですね、私は某美術大学に通っているんですが、油絵で外国人のヌードを描くことになりました、ここまでいいじゃないですか、うん、予備校時代に日本女性はたくさん描いてきましたが、今回初めての、白人の方だったのでミラジョボビッチのようにセクシーに描いてやろうと気合を入れて臨みました、しかし当日部屋に入ってきたのは男性でした、男かよ、教授は日本人とは骨格が全然違うからよく観察して描きなさいとおっしゃり、周りの男子は俺たちと全然違うなと笑って一体どこが違ったんでしょうねこれね、どこが違うんですかね、いや、いろいろ違いますよ、見たことあります、うんとね、うん、まあそういう筋のあれで見たことあるよ、映像で、嘘海外のやつで、うん、違いますよやっぱり、あ、本当ですか、うん、いや、割とこう大きさとか違いますよ、どういう話、肩とか、あー肩ね、肉付きとか、うん、そうそう、肩とかも結構張ってるよね、なんで自分が外人なのあ、そう、ちょっとでも、うん、そうなんだ、へえ、そうなのよ、ね、とりあえずね、なんか部屋にいてびっくりしたことあります、俺は蛾が飛んできて嫌いになった、ちっちゃいな、大きい蛾が来たの、すごい天気でブスン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 来た、それどうしたんですか、いやもう逃げた、2時間逃走帰ってきたまだいた、当たり前だけど、虫ダメなんです、虫ダメね、じゃあゴキちゃんとかでもう、なんだあいつらは、どうすんの、気をつけて、なんかない私も虫ダメなんですよ、あ、そうなんだ、昨日お風呂に、うん、ま、こんなちっちゃい、でもなんかねハエでもなく蚊でもなくみたいな、名の知れぬ、あ、そう、風呂にいるよねあれね、え、いる、いるいる、名の知れぬ虫、なんでいるんだろう、どっからで、それでいて、うん、お風呂、あの髪洗ってる間に気がついて、うんうん、やばいどうしようと思ってもうすごい、もうなんかシャワーで水かけてこっち飛んできたら困るから、うん、すっごい端っこに行って頭洗ってもう自分の家なのにね、冷えながら出てきましたよ、うん、そんぐらいで怖いですね虫はね、うん、はい、もうあっという間にラジナレです、エンディングでございます、うん、来週もですね引き続き坂本選手はよろしくお願いいたしますよ、はい、頑張ります、楽しくやっていきましょう、はい頑張ります、ちょっと優しくしてほしいかな、うん、分かった、今日の感じだとね、ごめんね、はい、そんな感じでねなんでそんなんなんだよいやでも本当第1回目なんて光栄ですよ、うん、そうだよね、はい、1回目なんだよ、本当、うん、頑張ります、いやでもねやっぱ2人でやった方が落ち着きますね、そうですね、こういう構成でぜひお願いしますよ皆さんね二度と僕を1人にやらせないようにぜひお願いいたしますよ本当にねまあ来週またちょっと違う感じのことをやるかもしれませんので ね、皆さん楽しみに待っててくれたら、はい、1週間のびのび生きられるんじゃないでしょうか僕も頑張って生きていこうと思っています、私も、はい、それでは、来週のこの時間にまたお会いしましょう。